帝神心22強烈3事件は、慶応2年8月30日に発生した区下による相乗事件である。公明天皇は、朝廷と幕府が共に協力し合うべきであるとする公部、合体論の立場から、深く幕府を信頼したい性を委任していたが、これに不満を持つ、尊老上位白下の長領跋扈に悩まされていた。やがて尊上派と天皇の対立は顕在化し、 8月18日の政変などを経て、尊上派の公家は朝廷から追放されていった。しかし、慶応2年の長州政党が幕府軍の敗北に終わったのをきっかけに、尊上派公を朝廷に復帰させるべきであるという声が大きくなっていった。こうした中で、追放されている公家の復帰、調整の改革など告示につき権限するため、 大原重徳を中心とした、区下22名が、朝廷に押しかける相乗事件が発生する。しかし、天皇はこれを退け、逆に22名に対して、禁慎等の処分を下し、河原の信頼を幕府に寄せていることを示した。なお、この事件の背後には、岩倉村に撤居中の岩倉と美の作望があったと、され、これは後に、岩倉による、 天皇暗殺疑惑へとつながる伏線をなしている。だが、この疑惑は、陳切の部類に属するとされている。対象区下は、下記の通り。ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV、平成新州旧家族家系体制による振り穴。東京大学資料編纂所書データベース、一新資料公用データベースより採取。小玉正人監修。 幕末区下修正新人物往来者も参照。ありがとうございます。